闇の炎に抱かれてし。はい、どうも、最近うどん屋行って温玉ぶっかけうどん頼んだら男の店員の卵割る勢いが強すぎて、温泉卵が割れた状態で提供されて泣いた男、カイトです。これって僕怒っていいんですよね。この毎日の食事のルーティンであるうどんを食べるという神聖なる行為において、奴は、俺の楽しみの一つである温泉卵を、自分の好きなタイミングで割るという自由を奪った。これは許せねえ。いや、絶対許していい行為なわけがない。と、心で思いながらうどんを穏やかな表情で食べてました。はい、カットー。ちょっと待って、ちょっと待って、何この動画、なんか昨日動画で見たことあるような気がするんだけど。すいません、実は諸事情で一部再編集して動画出させていただいたんです。僕の最近の生活って一日中撮影、次の日20時間くらいの編集の繰り返しで、どうしても再確認する時間がなかなか取れなくて不備が発生してしまうんです。でも俺の動画何回見ても楽しめるような内容の濃い動画にしてるんで、ぜひ最後まで見た方も見てやってほしいです。俺はただ視聴者に動画を何回も見てほしいだけなんだ。愛にできることはまだあるか。ということで、今回ボケてにツッコミしてみた第2弾です。前回の動画の作品が想像以上に皆様に見てもらえて嬉しい限りということで、続編やっていきたいと思います。最後に少しでもいいなと感じたら高評価の方もよろしくお願いいたします。あと Twitter の方にプレゼント企画まだやってますので、ぜひまだ見てない方は概要欄から飛んでやってください。それではどうぞ。冷蔵庫の残りピーマンにピーマンを加えてよく炒め、ピーマンで味付けしたらアクセントに季節のピーマンを添えて出来上がり。いや、全部ピーマンやないかい。もうそれもはやピーマン単体。そもそもピーマンで味付けってワード何、味付けもクソもねえわ。そんでちょっと誇らしげな表情でただピーマン炒めるのやめろ。無事だったんだね。ラス、ラッスンご礼来。少年、それちゃう。ラスカルや。それだと芸能界から消された芸人になってまう。というか、普通に名前長いわ。なんか名前だけ聞くとごついな。言って、なんだよ、俺だけパラシュートなしだったのかよ。いや、それでお前が生きてたことにまず驚いたわ。どうやって生き延びた？突然変異とかで背中に翼でも生えた？可愛い女の子が言うと燃えるけど、アッコさんが言うと意味が変わる言葉。さっき目があったね。これは消されるわ。もうデスノート持った矢上ライトに自分の本名を漢字フルネームで自己紹介しちゃうくらい終わったわ。ああ、もう完全におせちんこだわ。これは不思議な画像です。10秒間見続けてから時計を見てください。どうです、10秒経ってるでしょ。当たり前だわ。俺の真剣に集中した10秒返せ。世界一無駄な前置きをするな。何かのメッセージかもしれんな。車に落書きされたのにポジティブ。いや、本当にポジティブ。誇っていいやつですよ。どんだけ常に名探偵気分なんですか。いたずらって早く気づいてください。怖い夢を見たのでパパとママの部屋に行ったら、もっと恐ろしいものを見てしまった。何があったん。全然想像もつかないけど、まあ強いて言うなら、大人たちの夜の自習だ。どんな学校の生徒たちだよ。生徒全員スタンド使いか。というか学校ありすぎだろ。バイクはまだいいにしても、ロードローラーはアウトだろ。映画ドラえもん、おばあちゃんの息臭すぎワロタ。俺たちの感動の名作を返せ。大事なとこをとんでもないおぶつタイトルに変えるな。起きて時計を見ればまだ6時半。日曜なのに早起きした自分を嘲笑しつつ、テレビをつけるとサザエさん。それ夕方の6時半。テレビつけた瞬間の絶望感すごいな。割と俺そういうパターンあるから否めない。バルさん避難後、振り返ると窓越しに父がいた。お父さん？ああ、もうあの家来そうになるまで数秒前みたいな顔してるわ。きっと酸素の川の先端部分見えそうになってるわ。というか、バルさんで人って死ぬ？そこ地味に疑問なんだけど。僕はケーキをワンホールって頼んだのね。なんでマンホール持ってきたの？ケーキどこ行ったの？てか、なんで勝手に飾るの？いや、どうして間違えた。発音似てるけども。そしてそこからの強行手段で飾っていくスタイル。悪徳会社並みのご利用士官だわ。お、はーい。どんな掛け声？周りの調査兵団の人たちドン引きしとるがな。こんな真剣な表情で大声で。お、はーい。言うとかただのサイコパスじゃん。お前が最初に調査兵団から駆逐されるわ。試合はまだ始まったばかりだ。翼、ピピー、ハンド。翼くん、開始早々から何やってんの？試合は始まったばかりなのかもしれないけど、君の手によって今終わらしたよ。サッカーとバスケの競技を間違えないで。今日転校してきたのびのび太くんです。空いてる席がないので廊下に立っていなさい。いや、先生がどちくしょう。めちゃくちゃ転校生に冷たいやん。何も悪いことしてないのに廊下に立ってなさいはヤバすぎるって。のび太くんのホームグラウンドが廊下みたいになっちゃってる。小五郎、怒りの麻酔針キャッチ。一生事件が解決しない件について。ついに小五郎も麻酔針食らう我慢の限界来たか。確かにかわいそうだけど、物語の都合上仕方ないんや。借り物競争で自分とそっくりさんという超難題をあっさりクリアしてくる前回大会優勝者。むしろどこで見つけてきたん？レベルチート級じゃん。もう誰も勝てねえわ。
触りたいけど噛まないか心配。赤ちゃんをクワガタと勘違いしてます？普通は噛まねえよ。お前にどんな過去があったんだよ。バイバイみんな。金髪にして生徒指導室に呼ばれた。いやこれは学生生活終了のお知らせだわ。めちゃくちゃ怒られるやつ。というか金髪にしてバレないと思ったあなたの度胸がすごいです。まあ問いつつ横の美人さんも後で行くやつな。ダーツ抜いてるのに後ろからガンガン投げてくる。もう恐怖でしかないわ。後ろのやつ容赦ないやつかよ。普通に危なすぎるわ。まだ地球に嫌がったのか。何か言いたそうだな。もちろんだ。言いたいことは腐るほどある。何しろ俺はお前に紹介された育毛剤でこうなったんだからな。ハゲた理由が驚愕の事実。育毛剤でむしろハゲたんかーい。もう最悪の結末やん。翼さん、見てください。俺の友達はボールだけじゃないんですよ。何のアピールだよ。あのボールもその人型のポールみたいなやつも生身の人間じゃないって早く気づいて。フリーキック練習要員で毎日ボコボコにされてるよ、君の友達。まともな友達を早く作れ。というか俺友達いないからなってくれ。これもてめえの仕込みか。バイトに厳しいラーメン屋の店長。厳しいのレベル超えとる。ラーメン屋の店長がヤクザのボスみたいなところで絶対働きたくないわ。てかよく見たら発砲してる。バイトで命を落としたくないわ。はい、あんよが上手、あんよが上手。いやこれ赤ちゃんだったの？一体生後何ヶ月でここまで成長したのかな。親よりたくましい体になってますけど。あんよって歩くことを言う幼児語なんですが、次に走りとるやないかい。おかしいだろ。なあ桃太郎、またあのやべえ団子くれよ。あれやめらんねえよ。桃太郎何あげた。いかがわしいものが確率 120%。 顔が遊戯王に出てくる変顔コレクションにいそうだもん。絶対やばいものあげたパターンのやつ。待ってください皆さん、この妖怪は悪くないんです。こいつ妖怪の肩を持ち上がってきっと妖怪の仲間になったんだ。どうしますボス。え、唐突の裏切り。この悪い流れで全部この女の子のせいにしようとしてるよね。妖怪ってお前のことを言っとんじゃ。今夜も寝かさないぞ。そう言うと彼女は僕の部屋に顔数引き放った。寝かさない方法が陰湿。めっちゃうざいやつやん。俺からしたらこの夏の時期に顔部屋に数引き放すとかもはや死活問題に発展するレベルだわ。クラスの隅っこでいつも目立たない山下と山田が掴み合いの大喧嘩をしている。大喧嘩のレベルが超低レベル。いくらなんでもしょぼすぎるでしょ。もう旗から見たらじゃれ合ってるようにしか見えないわ。ところで翼、監督とは何の話を。やりたいポジションはどこかと聞かれました。それで何と答えたんだ。ドラムです。サッカーのポジションはどうした。これまさかのバンドか悩んだる話だったの。こんなごっつい体格からもその発言は度肝抜かれたわ。10連ガチャ爆死。カイジのギャンブル負けた時みたいな言い方するな。明らかに10匹以上おりますけども。これバイバインとか使って増やした。マジで客観的にこの画像を見たら朝から猫に餌やる、よく公園にいる正体不明なおじさん。もしかして入れ替わってる？って誰も見たくないわこんな B 級映画。デブの縄とかでしょタイトル。もう夏にわざわざ映画館行って汗まみれのデブを大スクリーンで見せられたくないわ。叱られてるけど時計を見る限り定時が近い。いや全然話が頭に入ってきてないやつ。もう入ることしか考えてないやん。この姿で警視庁に突っ込んでこう叫ぶ。異常ありません。異常しかないわ。こちら葛飾神谷公園前派出所の亮さんだから許されるやつだねこれ。一応設定警察官だけどリアルにこんなやついたら明日の新聞の夕刊になってるくらい衝撃映像だわ。焼きそばが美味しくてメーカーに感謝の手紙を書いてたら社名で日清戦争を連想し世界から戦争が絶えない現状に涙が止まらない。画像の再現場面が細かすぎて誰にも伝わらない。そんな深い感動場面だったんすね。共感できるか。毎日送られてくる。勉強頑張って着払いで。いや絶対嫌われてる。嫌がらせるしかないじゃん。勉強頑張らせる気1ミリもないだろ。そのうち破産するわ。ははーん、あのこの街では珍しくないわよ。下のコマから何かに刺されたんだけど。いやそれ原因ラーン。
最後まで見てくれてありがとう。少しでもいいなと思ったらチャンネル登録よろしく。それじゃ次の動画でな。またな。